これやばいな。貼ってんなこれ。ここね。頑張ってるねこれ。これで以上ですね。これこれ。あでも今日柔らかいね。やっぱ酸素入ったからか。はい。うん、酸素入ったからかな。えらい柔らかい。痛いっす。痛いっすか。はい。うん。じゃあそこいじめます。これ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 。あのこれベジレ。その肘はなんだその肘は。頑張ってるな。はい。もうちょっと硬いな。行くぞ。あでも本当今日は全然いいじゃん。いつもこんな感じならいいんだけどな、世界のな。ちょっとここの右側にな、仙腸関節っていうところな、ここにあるんだけど、はい、この動きが少し悪いから、詰まってるからね。これ仙腸、仙骨だね、はいはい。ここがちょっと問題だな。行くぞ。セタニ君らしくなってきたね。痛い。いいねセタニ君。セタニ君はこうじゃなくちゃ。これ陽方形ってやつね。陽方形筋っていうのがあるんだけど、そいつが張ると腰が張ってくるんだよ。これ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 。U 方形の端で上の端でこう。いいよ。よしよし。それが詰まってるんでこいつか。この筋肉やっぱいい筋肉してるな。よいしょ。ここ問題だね。よっ。よっ。はい、よいしょ。ほら、こんな動いたよ。はい、ゆるゆる。大丈夫だよ。もう痛くないよ、はい。よしよし。なかなか素直だな、筋肉ね。そうです。うん。やっぱり2時間18分で走るのはこうじゃなきゃダメか。お、来た。これか。これやばいな。痛い。しゃあないの。ここでこう腸骨があって仙骨があってこの4番のところだね。入らんもん。痛いの？大丈夫よ。俺は全然痛くないから。痛いのは背丈だけ。ここなんかいいね、ほんとね。ここやばいね。うん。この筋肉、すんごいいい筋肉してんだよ。へへ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 へなんか、うん、ここ12章だから、ここは胃なんだけど、これ12章で、そこに少し張りがあるから、油もんでも食いすぎたから。そうっすね、このまま。これ、ここに張ってる。あ、12章はね、左で出る。胃と12章は左で出るから、右が痛いとやばいんだよ、膵臓とか肝臓だからね。消化系のとこだから。そうですね。痛い痛い痛い。痛いよね。でもこれが痛いってことはあんまり内臓が良くないのかな。もう緩んでるから多分大丈夫だろうけど。
嬉しいけどね、開発したこともね、ありますちょっとしたことだけどね、消化器とかそういうところを悪くすると全部切りつきってつながってるもんだからさ、これ降りてくるよ、もう全然ゆるゆるになってるもんな、うん、ゆるくなってるからね。あとはこいつが動くかと。そして系列店舗のご紹介です。神奈川県の新横浜鶴見、愛知県の稲沢にお店があります。ご来店お待ちしております。公式ホームページでは店舗の最新情報やブログを日々更新中です。ぜひチェックしてください。また生態の知識をもとにオリジナル商品の開発販売も行っております。ネットショップもぜひご覧ください。動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録を